こんにちは、ブルーホースです。ということでやっていきましょうか。ということで、前回なんかあの謎の終わり方をしたように見えているかもしれませんが、ちょっとね、ほんと、これダメだ、ぬるぬるしすぎて、ほんと気持ち悪かった、マジで。あの、ローション塗りたくったあれかと思ったもん、ほんとにもう、それくらいぬるぬるしちゃったということですね。はい。で、一つ目のカップね、はい、無事クリアできたのに、なんか二つ目のカップでとんでもないことが起こったような気がしたんですけれども、まあ、そんなことは一切合切気にしないでね、はい、二つ目のカップやっていこうかなというふうに思っております。二つ目のカップって言っちゃったよ、もう。悔しかった、まさかのね、まさかのね、もう時点だったというね、もっとピーピー発射準備 OK、 ファイヤードキ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 ゴリラ茶色ドキドキ、あ、これ全然ヌルヌルしない、全然ヌルヌルしない、ちょっと待って、あ、全然ヌルヌルしないわ、オッケーオッケーオッケー、ノーローションだね、ノーローションでいこう、よいしょ、よいよいよい、ピッピッといい、オッケー、よいしょ、ノーローションだったら俺の勝ちだよ。ただなんかあんまりスピードが出てる感じもしないよね。あ、なんか全然違うわ。やっぱベンツってむずいんだな。やっぱ早いんだろうけどね、直線になったりとかしたらね。でもまさかの直線でさ、あのなんか金色じゃねえ、あのピンクのキノコに勝てなかったっていうね。おいしょ、はしゃーはしゃーほいっとはしゃー、おいしょとはしゃー、よいしょとほいはしゃー、オッケー、一個一個仕掛けていく、やらしさ。そう、あのね、ぬるぬるしすぎてて、ちょっとここ行くのが怖かったから、今回こう行ってみましょう。ほい、よっしゃ、オッケー、いいねー、いいねー、いいっすね、いいっすねー。あれあれ、マジで前回の、あの、最後、なんだったのって、こうやってさ、こう余裕ぶっかますとこうなって、さらに、嘘もうなんかあれだね、すっごいゲームバランスって調整されてるんだなっていうことを今、ひしひしと感じているんですけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい。もうね、あの2024年の半分が過ぎようとしておりますが、私元気でございません。ちょっと待って、ヌルヌルしてる、ローション塗ってないのにヌルヌルしてるよ、本当に。もうマッサージオイルでも塗ったのかな、ローションほどじゃないけどって感じですね。ほい、ゆっけ、あれあれ、ちょっと待って待って、ちょ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 、もう間もなく32を迎えようとしているおっさんがね、もううんちうんちって叫んでる、もうクソみたいだよ、ほんとに。嫁も恥ずかしいと思うよ、こんなやつが旦那だったらさ。子供にも悪影響だしね。あー、なんか来てるわ、超来てるわ、引っかかってくんないかな、俺に。俺という名の詐欺師に引っかかってくんないかな。抜かれてるし、なんてね、キノコ持ってんだよ。キノコじゃなかったわ。あ、ちょ待って、あ、ちょあ、ちょっと待って、なんか最終ラップぐっちゃぐちゃや。なんであんな一周目くらい、あんなにうまくいってたんだろうね。よいしょ。おい、ちょっと待て。ちょっと待て、早っ早っ、今、秒速で、この野郎。くらい、くらわへんのかーい。よし、くらい。くらった、くらった、くらった。よしよし、いいね、いいね、いいね。オッケー、オッケー、オッケー、うまい。あー、また壁ドン。くそ、しかも最後で。え、2発目どうしよう。え、あー、マジかよー。2発、え、あれ1発だっけ、待って、青コーラ何発食らったか覚えてないもん。でも2発来たよね、一瞬で。マジかー。え、なんで2周目3周目あんなクソみたいな運転になったんだろう、ほんと。いやー、ちょっときついねー。あ、ドキュメンタリー番組になってきてるよね。もうそれ、これ毎回言ってんだよな。はい。いろんな実況で毎回私の、あれはリアルドキュメンタリー番組なんですよ。リアルとドキュメンタリーという言葉を一緒に使うっていうことは、腹痛がお腹痛いみたいなの言ってるのと変わらないのかもしれないですけどね。まあ、そんなことどうでもいいから、とりあえずこのカードで勝ちたい。ブーブーブーピー、いきます。発射準備。うわー、イエス、邪魔。おめえ、この野郎リンク、てめえはどっかの時のオカリナでいい思いしてんだからさ。間違えた。これなんか一周回って12位のやつとかの、お尻をポコンってしばいてくんないのかな。ちょっと待って、壁大丈夫、まだ慌てるような時間じゃない、まだ一周目だから、うん、まあ一周目でしたたかにやっていって、こう二周目でね、一気にぶち抜くみたいな。さっき一周目で暴れすぎたから、あ、なんかちょっと待って、うまいな、よっしゃ、食らった、落ちたな、落ちてない、パイパイ、あれ、あ、ちょ待って、あー、ちょ、危ねえ、危ねえ、
よし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 。もうあのねおかまなのよ。ああもう見えない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 。よいしょよいしょ、オッケー、よし、オッケー、おお、よいしょ、オッケー。違う、なんで前に、なんでだよ。どこに戻される。あ、よかった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 。もうちょっと早く、もうちょっと早く早く。何のんびりしてんの。おめえそのためにコイン取ってんてんだろ。救出だけにポイント思うなよこの野郎。ほらほら、オッケー、邪魔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 。よいしょ、オッケー。あ、ちょっと待って、なんか急にコントローラーが効かなくなる。何、電池切れ、なわけないよな。今だって普通にあれ刺してるんだもんな。刺してるのになぜコインが、コインじゃねえコインじゃねえコインじゃねえ。もう日本語になってない。オッケー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 、チャー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 。よっしゃ、知らんかい。よしよしよし、ちょっと無難な道に行こう。もうチキルチキル、1位を取るためだったら、まあ、あの無難なプレイしかしないよ。はい、オッケー、よしよしよし、オッケーじゃない。もう壁ドンしてる時点で全然オッケーじゃないんだよ。でもとりあえず青コーラも来てないね、青コーラも来てないね。3周目のここで青コーラ来るほどきついものはないからね。よし逃げろ、オッケー、発射こっち、よし、オッケー、こっち、オッケー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 、よし、オッケー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 、青コーラ来てない、青コーラ来てないね、オッケー。誰かキラーでぶっ放してるけど、そんなのは関係ない。あー、よし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 、普通に走れればやっぱ、じゃあ全然あれなんだね、順位とか関係なく、もうなんかぶっちぎっていけそうだね。ふい、オッケー、コインペレペペペ、あれ最後コイン加算されなかった。チャラチャチャチャ、終わったんだだ。よし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 、さあ、でもな、あの冒頭さ、自分でさ、このカップあの失踪する可能性がありますみたいなこと、あれ前回のだったっけな、いつ言ったかちょっと忘れちゃったけど、なんかもうまさにその通りになってってるよね本当に。さあて、何気にでもここもな、中盤がむずいステージだからな。はいやー、中盤戦、よいしょよいしょ。これどっちから行くのが正解なんだろうな。まあどっちでも好きな子行けばって話なんだよね結局な。待って、なんか後ろ、ああ、なんか違うやつが赤コーラ食らってくれた。ありがとう。ちょ、はあ、なんか地味にこの車走りにくい。ピンパイン、ピンパイン、パインパイン。ああ、取りやがった、この野郎。この下僕キノコが。ちょっとヘリにぶつかってんじゃねえか。曲がりにくい曲がりにくい曲がりにくい、マーガリンを塗りにくい、ほうは脂肪酸、オッケー。ちょっと地味に速えなこいつ。危ない危ない危ない、もうちょっとでもうちょっとでドゥーンされるとこ。オッケー、いいね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 。あー、ちょっとそっち行くのかよ、うまいなお前。よいしょ、オッケーオッケーオッケー、慣れてきた慣れてきた、オッケーオッケーオッケー、カチャ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 言ってる。よし、シュッ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 ケイシュッチャーッ。大丈夫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 、今回キノコが早いのか。よいしょー、トゥイートゥイット、オッケー、はい、あれ、ちょっと飛ばないんかい。オッケー、防御が来てほしかったな、防御来てほしかったな。ほい、なんか2匹に増えてる、2匹に増えてー、またキノコに抜かれた。くっそ、この野郎この野郎、このえのきだけどドッキノコ、この天狗だけども、もう安定しない呼び方、もうキノコでいいんだけどさ。よいしょ、うん、あれ食らった、食らってないな、食らってなさげだね。あ、やばいやばいやばい、そく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 、危ない危ない危ない、シュッと、オッケー、よいしょと、ドン、あーあー、どこここ私は誰、ああ邪魔、ああ怖いな怖いな、ですよね、なんかそんな気がしてたよ。やばいやばいやばい、もうゴールなんだ、もうゴールなんだ。ちょっと待って、こんなところで破れるわけにはいかない。なんか出ろなんか出ろなんか出ろ、あー微妙だな、いけるかな。よし、うっしゃ、今まさにゴールの兆しが見えていたのに、チョコ釣り抜けたら、待って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 、続けない、俺はそんなの認めない。
ああ、やり直しか。戻ってきたよ、ほねほね砂漠。ということで、セカンドレースやっていきましょうか。リベンジタイム。ここまで戻ってくるのにね、はい。まあ、なんとか、あっ、スタッ、しびすった。しょぼい。なんとか1回で、なんとか戻ってこれたんでね、まあそこは良かったかなと思うんですけど、とりあえず、夜更けバナナ。はい、大泉洋です。はい、大泉洋ね、福山雅治曰くね、紅白の負けた原因を作った男ですからね。はい、まあ、そんなのはどうでもいいんだけど、うお、すげえ。はい、はい、終わり。はい、おしまい。さよなら。いやー、いいなよ。なんつって俺までプライドができるんて。ただ2個も取っていきやがったな、この。この失踪緑。失踪してないか、別にこいつが。こいつが失踪したわけではないんだよな。ふうふうふう。おい、使って。なんでそんなギリギリ。あ、よっけよっけよっけよ。いいね。そう。貝で醜く争っときな。醜く争っている間に俺はバナナばっかりやん。もういろんなところにバナナかよ。はい。よし、オッケー。お、いいね。2位以下でなんかもう醜く争っているね。さあ、やり合っちゃってください。その間に僕はどんどん愛のトークと。どういうこと？誰と愛を語り合うのかな？しばらくあっち行ってないんだな。あっちってどんなとこだっけ？結局遅くなるんだっけ？結局こっちの方が早いの？結構素敵にはね。よいしょ、オッケー。あー、またいらんの来てるわ。本当にいらないの来てるわ。もうマジでね、いらんのよ。いらん。本当にいらん。超絶いらん。もうこうしてる間にまた毒天狗だけが来てるよ。毒天狗、天狗だけは毒なんだけどさ。よいしょ、オッケー。んで、ショートカット使ってきてるしよ。さりげなくこうね、コースの方を見たらね、ショートカット使ってきてるのがね、バレバレなんだよね、ほんと。よいしょ。無難な走り方をしてれば、150cc では負けることがないはずなのに、なんか余計なことして負けてんだよ、俺さっきから。よいしょ、おっきょ、ほら、こういうこと。なんか余計なね、もう、オートリフトとかうまく使ってたらいいのに。わぁ。そっ、でも俺は勝つ。もうここまで来たら勝つ。こんだけさ、相手と最後負けるなんてそんな恥ずかしいことがないように、これは勝つ。おし、OKOK。 結局どういうさ、そのマシンの組み合わせが一番速かったりするんだろうね。よく分かってないけど、とりあえずゴー。よし、一つずつ前へと進んでおり、痛い。なんだ。よっ、OKOK。 一つずつ前に進んでおります。そう、着実な一歩前進が世界を救う。は？よし、オッケー。行きましょう。トップキャッツと、ここね、地味にね、こう、どっちにボッコーンってなるかでね、こう、変わってくるからね。ゲッチュファイヤーチュチュル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 チュピョーンということで、あい、一周目は何も起こらない、レーザーフォーちゃん。オッケー、注意、オッケー。そしてこっち、いいね。はい、下を抜けていけませんでした。まあ、下は抜けてきたんだけど、オッケー。よしオッケー、上を抜けていきましょう。あー、やばい、こっち、無理。もういいや。はい、まあ、どっちでも構わない。あ、まあ、引っかかったおかげでこっち行けたね。オッケー。まあ、結果オーライということでいいんじゃないでしょうか。誰かにぶつかったよ。バナナー、ちょ、バナナ、あ、バナナ持って。あー、またお前か、天狗だけ、この野郎。天狗だけには負けない。おめ、よいしょ、燃えるって。いやいや、今引っかかってただろ。オッケー。ちょっと待って。なんかいつの間にかなんかの緑色が、ちょっとで緑っぽくなってぶっつぶす。ああ、なんか来てるね。オラ。よいしょ、オッケー、さよなら。あ、やばい。今のでシンプルにあれだよね。サイコロステーキになっちゃう。今の、 あのネタがわからないっていう方はですね、僕 の、 あのバイオハザード RE4 のネタ、あの実況動画ぜひご覧ください。あんまり自分の動画の中で別の動画を宣伝することはないんですけど、なんか今チャンスだったなと思ったから言ってみた。サイコロステーキ、チャラチャ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 、やばい。こっちから行くか。OK。ちょっと遠回りだけど、そんなのは関係ない。
どんなる関係に。はい、知ってる。おっきい。でも3周目これ来そうなんだよな、怖いんだよな。こんだけ離れると逆に青コーラが来そうなんだよね。よし、よし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 、さあ振り抜けていこうぜ、ベイベイ。今とこまだ来てないね、今とこ来てない。てかね、あの今回のコースはね、ああここで逆に行くのはあれなんだよな。何が起こるか分かってないってところが怖いんだよな。大丈夫かな、大丈夫かな。オッケー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 。来てないね、来てないね、来てないね、来てないね。よし、このまま逃げれるよ、逃げれるよ、逃げれるよ、逃げれるよ。オッケー。あー、ここで防御じゃないのか、ポインか。来んなよ、来んなよ、絶対来んなよ、絶対来んなよ。オッケー、なんか、あーしゃー、なんかバナナ食らってる。やったー、危ない、やってない。よし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 
。違う、うまい。さあラスト行きましょうか。ここでできればな、そうだな、最初あえて、そうだな、どうだろう、いや最初あえて順位落としていいアイテム取って一周目でぶっちぎるみたいなこともできなくはない。あー、ぶっちぎることになりそうですいやまさかの初手ミスるっていう、嘘やろ。はい、あー、しかもこれじゃダメなんだよな、これじゃダメなんですよ、これじゃ。いかん、みんな漏らしすぎ、みんな一斉に漏らしすぎよ、ほんとダメ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 。よいしょよいしょ。あー、ちょっとミスってんな、みんなミスってんな。ういういうい、よいしょ、オッケー。こっち下行くのが、あー、どうなんだろう、これで行けんのかな。なんか想像だにしてないことが起こっている。よいしょ、ほい、オッケー。まあこんなショートカットはね、みんな当たり前なんだよね。もっと上手いことできるショートカットがあったらいいんだけど。よいしょ、オッケー、ほい、よし。ああ、宇宙にまで来てイカスミまみれかよ。よいしょ、オッケー、ほい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 、あぶい、ギリギリセーフ。そしてここピョンと飛んで、オッケー、ピッと、よいしょと、オッケー。あー、コインか、コインは微妙だな、ここでどうなんだろうな。こいつをちょっとピッと、オッケー、ギリギリ。さあもう一丁ピョン、落ちる、落ちた、クソ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 。ここで変に差を詰められるわけにいかない。最終ラップ何が起こるか分かんないからね。またあの青いキノコとか来る可能性があるからさ。青いキノコじゃない、青い甲羅だ。なんだかんだでそんなに差がないんだよな。なんだかんだと言われたら答えてあげるが世の情け。武蔵武蔵、二人合わせてこじら、抜かれた。うそ、あんなに下がったのに。やばい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 。最終ラップ、ヨウヨウですよですよ。の最近はやられてパッカー。ちょっと待って、ちょっと待って、え、8位舐めて、もう腐ってんじゃん、もう終わりだ。おー、ちょっと待って、こい、ドンドン、はい、俺かー、なんでだよ。待って、おかしいって、おかしいって、なんでなんで、え、そんなことある、そんなことある、嘘やろ嘘やろ。いやー、ちょっと待って、むちゃくちゃすぎる。ちょっと待って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 、ありえへん。あっ、いや1位やけれども、1位やけれども、嘘やろ。あっ、まあ戻ってこれた、大変だった。よっしゃ、いやー、4レース目でこうなるとマジで収録がきついになるね、本当に。ということでもう容赦しません、はい何がって話だけどね。よっしゃー、いっかー、ぶちのめす、バイバイ。邪魔、最終ラップでやっぱりね、いろいろ起こるよね。今みたいなさ、ギリギリのラインで行ってたのがさ、急に落ちたりとかしたもんね、さっきもね。本当に危ない危ない。だからあれだよ、いろいろと起こることに対して慌てちゃいけないっていうのが、まあ人生の教訓だよね、これは。ただマリオカートってのは人生を教えてくれるゲームだったんですよ、実はね。あの
人生勝ち組だやって逃げ切れるって思ったら急にさ、なんかね逮捕されちゃったりとかってそういうのが起こるわけですよ。逮捕されたことないからこういうことが起こるんすよね。なんだえ2位とか3位とかが何キラー使ってたってこと。なんか今 あったけどさ、いや、ないよゲイね、なんか誰かが俺のことを抜こうとしてるってやつとかいるけどさ、抜くんじゃないわよ本当に。うん、抜けないんだからって。よいしょ、キーよいしょ。あー、抜いてください、お願いします。いる、うん、オッケー、危ない。食らった、食らったではないのか。オッケー、よいしょ。で、内側を攻めて攻めて攻めて、インコース、インコース、こっちこっちこっち、どーい、誰かいるかな。今のところまだ誰も見当たってない。オッケー、よし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 。あーあー、これ加速足りる、やばいやばい、嫌な予感スカル、嫌な予感スカル。あー来てるね来てるね来てるね、おいやばい、そうは問屋が下ろすかってんだ、バーラー、うっそ、3周目に入る前からこうなっている。ちょ待って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 、夜更けバナナだけじゃダメなんだって。2度あることは3度ある。いや、そんなことはない、こっからの大逆転を私は目指す。とりあえずいらない、ふーん、大逆転などもう無理です。ちょっと待って、アイテムが欲しい、マジでアイテム、うおうおうおう、ちょっと待って、嘘やろ、いやもう1位との差がもうエグすぎる。でもアイテムがまだまだ先っちょ、先っちょだけなのよ。うわー、ちょっと待って、こんな運動、お前2個取ってくなよ。キンキの声、キンキのスターか、微妙だな。ちょ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 、まだ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 いける、まだいける。あー、微妙だな微妙だな微妙だけど、インコース狙ってってからの無理です。なぜキノコ使ってサイに落ちてんだよ、帰ろう。あー、再びカットですね。さあ、復讐のレインボーロードです、バーナー、お前、いやいやいや、実はこれもうね、収録の都合上ですね、別日にしております。はい、もうその日中に解決することができませんでした、残念ながら。まずここまでカムバックすることすらもね、叶わなかった。まあ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 、ちょっとちょっと、なんかすごいカメラはこのなんかクソだったっけ。だからね、自分が当時その 何のカートに乗ってたかっていう記憶すらもない状態になっておりますので、ちょっと待って、これ、あれ、まあ、もしかしてあれかな、またあのハンドルアシストがついてる、これマジ邪魔なんだけど、ハンドルアシストついてたら、あれ、俺なんかこう、ハンドルアシスト、あれかな、忘れてたのかな、解除すんの。よいしょ、オッケー、邪魔、消えろ、オッケー。そう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 、あー、しかもいいね、赤コーラ2枚積みはいいね。そう、ほんとね、マジでね、もうね、あー、なんで、はっ、ちょ待って、もうわけわからんことしてる、なんでそっち行くの、ちょっと待って、あれマジでハンドルアシストこれついてる、ちょ、いらんねんけど、マジでハンドルアシスト、鬼のようにいらないんだけど、ハンドルアシストが、あー、2枚積みが消えた、ちょっと待って、急げ、もうね、こうなったらもうとにかく逃げ切ったのかって、逃げ切った、あ、ちょっと待って、あ、ちょちょっとコントローラーそしてアイテムも取れない、そのような状態になっていますね、本当に。そんな中でここまでたどり着くのにもう365時間、あ、ちょっと待って、あー、出た、ハンドルアシストがついてるな、これ完全にハンドルアシストがついてるな。うーわーってことは、これ完全に抜き切らないとやばいってことだよね。うわ、最低、本当に最低、なんでいらないんだけど、鬼のようにいらないんだけど、スッといても邪魔。うーわー、マジか、ハンドルアシスト、あ、ちょっと待って、なんかもう勝手になんか、ちょあのね、全く意味ないって分かってるのに、うわー、ちょっと待って、これ次のパーティーやるときハンドルアシスト切っとかないと本当に大変だな。よし、こっちは行かないのか。ほら、ほら、よし、オッケー。で、ここで、あー、マジか。ってことは、これ、ハンドルアシストがついてるから、
通のコースで行かなきゃいけないってことだよね。そして取られたんだよね。来るなよ来るなよ。よし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 。うわここで1個か。あーちょっといけるいけ、ハンドルアシスト、あ、俺なんか強い、ハンドルアシスト、ハンドルいらないよ、ないよ、来てないよ、よし、いけ、なんで前に投げた、よっしゃー、あったー、俺の勝ち。苦節150年寿命を何度も迎えながらもクリアすることができた。マックス値ありがとう、しっかり嬉しい。はあ、はあ、大変だった。もうここに戻ってくるまでにね、あの後結局ね、日を変えて3回4回ってね、これ5回目なのよ。もうなんでそうか、なんでクリアできないんだと思ったら、そういうことね、ハンドルアシストがなぜか1回ゲームを切ったら復活してたという、もう全くもって不要な状態になっていたんですけれども、まあクリアできればなんだっていいです。いやー、こんなパート4だか5だか分かんない状態の中でさ、こんなに苦しんでてさ、果たして残りのコースでもクリアできるかっていう話なんですよ。なんだけども俺はもうね、あの何度何度皆さんを巻き込もうがクリアしまえばこっちのもんで、雨やらないってことで、ファースト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 フォールファイストよっしゃー、来たー。さあ5つ目のか、5つ目のカップクリアということで、ありがとうございましたということでね、はい、苦しんだ苦しんだところだったんですけれども、なんとかこのパートも無事1位をオール取ることができたので、チャンネル登録ボタン、グッドボタンよろしくお願いします。はい、ということでまた次回パートの終わりましょう。また参りましょう。バイバーイ。